こんにちは、アロマおばさんです。今回はエイオルソのホルコ、ネコルについてです。和名をセイオルイラクサといい、ヨーロッパやアジア原産のイラクサ科の多年草で葉をお茶にします。繊維質の植物で青銅器時代から20世紀まで織物として使用されてきました。触れると痛い繊毛が葉の全体にあり、触れた後は赤く腫れることもあります。繊毛に含まれている成分がアレルギー反応を起こすことが原因です。魔法使いにより白鳥に変えられた王子の兄たちを救うため、妹がこのイラクサでセーターを編み、白鳥の飛来する時期に間に合わせ、無事人間の姿になったという童話に出てくるハーブです。土中の鉄分などを吸収するため、ビタミン A、C のほか、鉄分、カルシウム、カリウムなどのミネラル類が豊富なハーブです。血行を促し、関節炎や内身の痛みを抑えることで知られています。ネコルを束ねて体を叩くと、リウマチが治ると言われています。ネコルの煎じ汁は肌をきれいにすると言われ、ニキビや湿疹のケアに使われます。母乳の分泌を促すハーブの一つでもあります。香りはフレッシュな草の香りがするお茶で、婦人科系、花粉症、アトピーなど、アレルギー性の不調にも適しています。特に強い香りがないので、鉄分、カルシウム補充のため、山田は味噌汁やご飯、豆腐などに振りかけて食べています。作用は修練作用、上血作用、増血作用、利尿作用。LINE でご相談いただければ、アロマおばさんが状態や症状に合わせたハーブを提案し、オリジナルハーブをブレンドし、あなたのポストにお届けします。商品の購入時には、送料は数にかかわらず無料で、商品代金と振込手数料をご負担いただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に情報をまとめてありますので、ぜひご覧ください。